お世話になります、ひとりでございます。2月27日にポケモン25周年記念のポケモンダイレクトが公開され、ダイパリメイクが発表され、世界が沸きました。ダイパリメイクは別の動画で詳細をまとめていますが、もう一つ衝撃的な作品が発表されました。その名もポケモンレジェンズアルゼウスということで、今までとは全く異次元のポケモンみたいで、多くの人が衝撃を受けたと思います。もはやポケモンスナップについて話しているやつが誰もいないくらいです。とにかく今回はこのポケモンレジェンズアルセウスの注目ポイントを考察しつつご紹介したいと思います。ゲームタイトル、まずはゲームタイトルからして、この作品は異例中の異例と言えます。ポケモンレジェンズアルセウスということで、ポケモン自体の名前がタイトルに入るのがそもそもかなり珍しいです。ポケモン本編だと過去には最近のレッツゴーピカチュウイーブイと昔のポケットモンスターピカチュウ、いわゆるピカチュウ版しかなく、これだけで興味をとてつもなく惹かれますよね。しかもレジェンズですから、伝説たちみたいな意味でしょうから、今回はアルセウスですが、今後ユクシーとかビリジオンとかのあの強者たちがタイトルに入るかもしれませんね。あとは最初がアルセウスというのも不思議な気がします。もちろん存在としてはアルセウスは宇宙を創造したポケモンであり、ポケモンの始祖的な存在なので、そういう意味では合っていますが、昔のポケモンからやってきた私からすると、なんとなく中途半端なポジションだなっていう感じが心の奥底にあります。まあおそらくアルセウスはダイパでは通常の方法では入手できず、天界の笛を使うイベントが必須で、これは没イベントになりましたから、その代わりにポケモンレジェンズアルセウスなんでしょうが、その論理だと新シリーズ的な位置づけのポケモンレジェンズが追加 DLC 的立ち位置になるので、なんとも言えない感じですね。となるとダイパリメイクにはアルセウスが出ないことになりますし、ダイパリメイクでせっかくリメイクするのにアルセウスが出ないのも、なんか体が痒くなる感じもします。まあどうなるか全然わかんないですけどね。まず完全に明らかにされている内容としては、昔の神王地方が舞台であり、日の嵐、二重丸、木狼という3体の中から1体を選んで冒険し、図鑑を完成させるのが目的ということです。どうやらとある博士がいろいろな地方で出会って神王地方に連れてきたから、この中から選べるようです。ちなみになぜこの3匹が選ばれたかというと、ツイッターで共有されていたものでは、神王地方は北海道であり、アイヌが居住していましたから、そのアイヌにとってフクロウ、火山、ラッコは信仰や地理的に関わりが深く、だから3匹に選出されたとの考察がありました。ただ木をてらったわけではなく、一つ一つ意味があるのはすごいですよね。でまずこの時点でやばいのは、神王地方が舞台ということで、なぜなら同じ神王地方のダイパリメイクがほぼ同時期に発売するからです。先ほどのアルセウスしかり、いくらゲームシステムが異なるとはいえ、同じポケモンがテーマとなっている作品が同じ時期に出るっていうのはどういう策略なのでしょうかね。やはり2つの世界がリンクするからでしょうかね。一つヒントとなるのは、ポケモンレジェンズの PV の冒頭の文言です。今語られるもう一つの物語、ポケットモンスターシリーズは新時代へとあり、この内容も抽象的であらゆる意味に捉えられますが、今語られるとありますから、昔からあった的な意味にも捉えられるので、素直に神王地方の過去編と考えるのが正しいんですかね。ダイパリメイクはリメイクですぐクリアできるし、互換性もなさそうで、やり込み要素が少ないから、ダイパリメイクのすぐ後に発売して、ダイパリメイクの内容のプラスアルファ的な内容になっているのかもですね。であと気になった点は、PV で言われていた村を起点にという言葉です。今までのポケモンではいろいろな街を順番に巡って冒険するという感じでしたが、起点にという言葉のニュアンスから考えると、例えばモンハンのように一つの拠点があって、そこをもとに別の場所へ繰り出していくみたいな感じなのかもしれません。仮にそうだとしたら、これまたポケモンでは新鮮な内容ですよね。でもリアルに考えたら、一つの拠点をもとに冒険して帰ってきて、冒険して帰ってきての方が現実的な感じではありますよね。幼い子供がジムをなかなかの期間かけて巡り続けることは、やっぱりファンタジックすぎて今の子には合わないってことですかね。システム、ポケモンレジェンズは RPG とアクションの融合というのが強調されて歌われていて、そういう意味でも異色なんです。具体的に見ていくと、トレーナーが前転したり、フォートナイトとかで相手を狙う画面みたいな感じに画面が切り替わり、ボールを狙い定める感じで操作し、フィールド上でそのまま投げていたりと、今までのポケモンシリーズでは本当は行っているのに省略されていたアクションが
自分で操作してできるようになっているようです。ですがバトルのシーンではちゃんと技を選ぶことができたりと既存のシステムを残していたりもします。なお戦闘時のモーションはちゃんと直接攻撃の場合は相手にぶつかって攻撃してたり、よりポケモンのアニメみたいなちゃんとポケモンがそこに存在して相手とぶつかり合って攻撃し合うという様子が具体的に演出されています。今の技術ではまだ無理そうですが、将来的にはやっぱり戦闘時に画面が切り替わったりせずアニメキャラを動かすような戦闘をするのが理想だってことですかね。あーワクワクする。でバトルについてはどういう状況になったら起こるのかというのはよく分からず、 PV ではバトルに挑戦することもできますみたいに言っていたので、ポケモンによってはバトルしないと捕まえるのが難しくて強いやつだけバトルして弱らせて捕まえるという感じかもしれません。ゲットするときに戦わずに遠くからボールを放っているような感じもありましたから、ゲット時に必ず戦わなければならないというわけではなさそうです。ここもよりポケモンがリアルな世界にいた場合のような演出なので、やはり先ほども言ったアニポケを自分で操作するみたいなのを目指してそうですよね。でマップの感じはオープンワールドのようになっているのではという考察が有力かと思います。つまり剣盾で例えるなら永遠にワイルドエリアということで、鎧島や冠雪原が全てに適用されているというイメージです。マップの広大さとか景色の感じとかアクションがあったりすることから、ポケモン版ブレスオブザワイルド的な言い方をしている人も多く、実際そんな感じになりそうな気がします。まあ私は時のオカリナとムジラの仮面しかやったことないんですけどね。ただブレスオブザワイルドはめちゃくちゃ売れた歴史に名を刻むようなゲームですし、それを参考にしてポケモンの新時代を考えたのかもしれないですね。とことんリアルを追求した感じでポケモンが本当の動物みたいに感じられそうで、マジでワクワクしますよね。なおこれもすでにネットで話題になっていましたが、ポケモンレジェンズは公式サイトを見るとプレイ人数が1人となっており、通信機能が未定となっているのでオンライン前提のものでないのに1人プレイ仕様というなかなか渋いシステムだと思います。ここからもやはりブレスオブザワイルド的と言えるかもしれませんね。私は村を起点にというストーリーだったらオンラインプレイのモンハンに限りなく近い感じになるのかなと思っていたんですが、もっと一人でやるタイプのゲームみたいです。でダイパリメイクではプレイ人数は一人ですが、カッコ書きで対戦交換などと書かれていますが、ポケモンレジェンズの方では書かれていないので対戦や交換もできないかもしれませんね。じゃあポケモンの用途はってなるので、もしかしてこのポケモンレジェンズはむしろポケモンスナップ的な感じでただポケモンをゲットして集めるだけみたいな説ありますかね。それちょっとやだな。もしくはポケモンレジェンズはパルパークやサファリゾーン的な位置づけで本編にポケモンを送る用のゲームみたいになる説もあるかもですね。グラフィック、もうここまででほとんど触れたかと思いますが、批判殺到で炎上しかけているダイパリメイクとは違って、ポケモンレジェンズは剣盾みたいなグラフィックでありながら美しく広大な土地が広がっているので今のところは非常に評価が高いです。ただ広すぎて移動手段どうなるんですかね。自転車は時代的に存在しなさそうな上にあったらあったで雰囲気に合わなそうですし、だからといって走りだけだったら移動に超時間かかりそうですし、やっぱり馬系ポケモンにまたがるんですかね。私はギャロップ先に予約させていただきます。でさらに先ほども触れましたが、戦闘シーンのグラフィックも非常に美しいです。剣盾でも十分にリアルな戦闘シーンですが、リオルの電光石火のシーンがあまりにもリアルで本当にアニポケみたいなので、このまま実現されたらヤバすぎワロタでは済まないでしょう。私はこのシーンでいやここまで来たかと鳥肌が立ちました。ポケモンをゲットするシーンも画面が切り替わらずオープンワールドの状態で投げて、その場でボールが揺れるのでちょっとそっけなくなっちゃいそうな気もしますが、これも美しいグラフィックのまま表現されていて、京浜特線ヤバタニ駅が発車します。開発会社についてはわざわざ取り上げる必要はないかもしれませんが、いかんせん今回のポケダイの大本命のダイパリメイクはゲームフリーク制作じゃありませんから、あえて触れています。安心してください、ポケモンレジェンズアルセウスはちゃんとゲームフリーク制作です。ダイパリメイクももちろんゲームフリークが関わっていますが、かなりの部分を外部に委託しているっぽいので、ゲームフリークはポケモンレジェンズの方に本気の力を入れているのだろうと考えられます。それもそのはず、ポケモンレジェンズ
ジェンズは既存のポケモンシリーズのさらに発展系という形ですから、ゲームフリーク自体は今までのブランド力に頼るだけでなく、さらに新しいゲームを作ろうとしているのだと思います。ブランド力がありすぎると既存のファンを意識しすぎて保守的になりがちだと思いますが、常に新しい道を模索しようとする姿は私たちも人間として見習うべき点もあるかもしれませんね。まあ、ただ基本は剣盾みたいで、前転ができるだけしか変わらないかもしれませんけどね。発売日、発売日については細かく明言はされていません。ポケモンレジェンズアルセウスは2022年初頭世界同時発売と表現されていて、ダイパリメイクは2021年冬と表現されていたので、ダイパリメイク発売から半年もしないで発売されることになりそうです。この時期の近さで同様のテーマというのが本当にえげつない試みですよね。この時期の近さから考えると、ポケモンレジェンズは一応新王地方の過去編的な感じですから、多分剣盾の追加 DLC で鎧島に行ったりしましたが、そんな感じでダイパリメイクの追加要素的な感じで時空を超えて別の時代に行くみたいなイメージですかね。実際ダイパはディアルガ・パルキアという時間と空間を操るポケモンと関連があるので、そういうことかもしれません。まあ完全に妄想ですけどね。互換性、互換性についても明言は一切されていません。ただ私の予想ではここまで説明してきた内容をもとに考えると、まずゲームフリークが制作ということで本編に限りなく近い存在であることが予想されるので、互換性はありそうだと思います。ダイパリメイクの方の動画でも言いましたが、はっきり言ってそうじゃないとダイパリメイクの方は他社制作なので互換性は怪しい感じがしますし、ここらで互換性がなくなってしまうと、剣盾で登場できなかったダイパ世代のポケモンがずっといないままになってしまいます。故に消去法的に互換性はポケモンレジェンズの方にあるんじゃないかと思っています。ですが懸念点があり、これまた先ほども説明しましたが、プレイ人数が1人であり対戦交換もできなさそうという点です。対戦交換もできなかったら互換性は大して意味ない気もしますし、その点から考えると互換性はない可能性も高そうです。ですからやはりポケモンレジェンズはパルパークやサファリゾーン的な位置づけで、パルパークやサファリゾーンではバトルがないような感じで、バトルはあくまでもゲットの手段なだけであって、捕まえたポケモンを一方通行で本編へ送れるだけなのかもしれません。まあ、情報が少なすぎるので完全に予想に過ぎないですけどね。最後に私の個人の感想を言わさせていただきたいと思います。謙虚にへりくだって、謙遜して超控えめに言って神だと思います。正直ダイパリメイクは個人的にダイパ自体にそもそもそこまで入れ込んでたわけではないので、ワクワク度100点くらいでしたが、まあそれでも満点なんですけどね。でもポケモンレジェンズアルセウスは1万年と2000年前から知ってる点です。つまり100億万頂点です。何よりもリオルの戦闘シーンで鳥肌が立ちすぎて、あれがいろいろなポケモンで見れたらと思うと本当に嬉しい限りです。で、捕まえ方も新しいし、オープンウォールド出しで新しい要素満載なので、面白い面白くない問わずその世界に行ってみたくなります。最近火星の映像が話題になっていましたが、その映像を見ているような高揚感があります。ただあえて欠点を言うなら、アルセウスがテーマなのがちょっと残念だなと思います。アルセウスは全然好きなポケモンでディスではないんですが、こんな新しい試みをするんだったら新しいポケモン、新しい伝説ポケモンを作ってほしかったなというのが正直なところです。せっかく新しいシステムなのに、私からしたら古いポケモンだとなんか見たことあるってなるし、 PV でビッパー見せつけられても、こういう一番最初に出てくるどうせ対戦では使わなくなる系のポケモンが新しいやつになってるのが一番興奮するんだけどなと思ったりもします。もちろん新王地方という設定だからそんなのは無理なんですが、欲を言えばですよ、欲を言えば。とはいえ神なのは変わりません。ということで今回はポケモンレジェンズアルセウスについて話していきましたが、皆さんの興奮度は何点でしたか？かなり未知な要素が多いので、今からこんな考察するのもバカみたいですが、皆さんの妄想もぜひお聞かせいただければ嬉しいです。こんな妄想もあるぜ、薄いけどってやつでもいいのでお願いしますね。